ではじゃあまずはこの曲をお聴きください。ビギニング。いるかと言います。インスタライブも急遽始めてみました。寒いから寒かったらぜひ
退散していただいても大丈夫ですので、はい、じゃあもう一曲歌おうかなと思います。あ、今日からiTunes だけじゃなかった、サブスクリプションサービスで6のアルバムと、あと過去に配信してた5曲を溝てるか名義で配信し直したので、ぜひそちらも聴いていただけると嬉しいなと思います。寒いはい、では次の曲も聴いていただこうと思います。アルバム6よりコーヒーとココア。あなたと私は似てないよね、まるで苦いコーヒーと甘いココアみたいだね。それでも二人は惹かれ合うの、いたずらな魔法にかかってしまったみたい。好きな食べ物も笑顔も音楽も笑っちゃうくらいに正反対だね。だけどね、あなたの好きなものだったら私も好きになれそうだよ。冷たくねえ
な手をぎゅっと握り返した。ここは聞いていただきました。あ、やばい、カイロを渡そうと思ったらなかった、ごめんなさい。すごいよ、なんか手シワシワやってきちゃった。じゃあサミドモノでこれが最後ぐらいですね、最後の曲になりますね。皆さん来てくれてありがとうございました。それでは、まあ、寒いので手拍子とか痛いと思うので、心の中の手拍子で最後聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください、運の人。最近駅前にできた赤い扉のお店のペアのマグカップ、ブラシ立て憧れちゃうな。信じていいことだけ信じてもいいよね。時々喧嘩しちゃったって友達に相談したり、そんなことにだっていいなって思うんだよ。私にもちゃんといるのかな、ずっと守ってくれる運命の人をいつ迎えに来てくれるの、待ちくたびれそうよ。
寒い中ありがとうございました。もしかしてもう出会ってるの、これから出会う人なのかな、こんな私だけど好きになってもらえるかな。私にもちゃんといるのかな、ずっと守ってくれる運命の人をいつ迎えに来てくれるの、待ちくたびれそうよ。ありがとうございました。ということで、もうちょうど15分ぐらいですね。いやー、溝手ルカ26歳記念初路上ライブ寒い中本当にありがとうございました。そして誕生日ということで、スペシャルにいつもお世話になってる大好きなさくらさんも駆けつけてくれて、こんな冷たい中弾いてくださいましてやばいですよね。ありがとうございました。本当にこんなにも来てくださると思ってなくて、すごく嬉しかったです。ではまたこれを機にね、機材も買ったし路上ライブまたどこかでやると思うので、お時間あったらぜひ見に来ていただけたらなと思います。では風邪ひかないようにみんな気をつけて帰るんだよ。寒いぞ、みんな風邪ひいたら私のせいにしてください。じゃあみんなで誕生日の歌でも最後歌いますか。あ、本当ですか。え、本当だ自分で歌っていうあれ、ハッピーバースデーちょっと待って、ちょっともう一回、もう一回真面目に歌います。はい、自分に向けて聞いてください。ハッピーバースデーハッピーバースデー Happy birthday to me. Happy birthday dear Mizoteruka. Happy birthday to me. ございました。ということで26歳もこんな私ですが、これからもよろしくお願いいたします。皆さんいつも本当に応援してくださってありがとうございます。それでは撤収、ありがとうございました。ありがとうございました。よき26歳。